ああ、この人新しい動画出したんだ。後で見よう。いやー、やっぱ休日はさ、もう寝るに限るよね。寝正月ならぬ、寝休日なわけですよ。どこも行かないで、こう、溢れんばかりの時間を自由に楽しむってのが、最高の休日の使い方だ、これ。あれ、これ、刑事チャンネルいつの間にかこれ10万人超えてんじゃん、これ。俺、ちょっと待って、刑事チャンネル10万人超えてね、これ。これ超えちゃってる、これ。いや、ほんとほんと。全然超えてないじゃんって。いや、超えてるんだよね。その、何？二つ合わせて。いや、チャンネル二つ持ってるんで。ゲーム実況用のチャンネルと合わせたら10万人超えてるよ。え？二つ合わせちゃダメなの？いや、全然いいっしょ、だって。その、ほら、柔道だって合わせて一本なわけでしょ。合わせて一本でしょ？もしくは、まだ付き合ってない高校生の男女二人。それってもう付き合ってるみたいなもんじゃん。互いに意識してたらもう。あとキスしてるかしてないかだけでしょ、そこね。あえて、まだ付き合わずに、付き合う前のそのなんかちょっと微妙な感じを楽しんでる二人みたいなやつでしょ？それ。ちょっと何言ってるかわかんない。これマジか。10万人いったな。これは家にいる場合じゃないね。よし。じゃあ行くわ。行ってくるわ、俺。10万人を祝いに。行ってきます。ジャッジ行くよ。ジャッジ行くよ。行くよ。いや、行こうよ。ジャッジも行こうよ。行かない？行かない。分かった。じゃあちょっとね、なるべく早めに帰ってくるから、ちょっとね、おとなしくしててね。ゲロとか吐いたらダメだよ。分かった？よし、行くぞー。行くぞー。行くぞー。バケロー。なんだよ、このテンションはね。ということで、これから桜を見に行きます。ね、桜満開の場所が静内のね、どっかにあるんです。どこだったかっていうのは今僕は喋れません。よくわかんないんで。なんかこう画面のどっかに出しておきます。どこに行くよっていうのはね。そこに行くと、なんかまあまあ咲いてると、桜が。で、まあ今ゴールデン最中、ウィーク真っ只中なんで。めっちゃ渋滞してますね。着くのかな、今日中にっていうぐらいは遠くない場所なんだけども、なんかすげえ渋滞してるわ。のんびり行こうか、のんびりね。今ね、 GoPro で撮ってるんだけどさ、 GoPro さ、なんかたまに固まらない？なんかね、 GoPro 使いにくいわ。 こんなこと言ったら怒られるね。 GoPro さんに怒られるわ。刑事チャンネル10万人おめでとう、桜がむっちゃ咲いてむっちゃ咲いてる、どこに行くむっちゃ、桜むっちゃ咲いてむっちゃむっちゃ、ちゃんちゃん咲いてる。おー、ベイビー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 、むっちゃ桜咲いてるところに行くやつだよ。ケイチチャンネル10万人、10万人、うー、だけどやっぱりママが好き。いや、歌ってる間にね、渋滞は緩和されましたね。北海道であんまりあれなんですよ。あ、今ラブホテルに車入ってった。ドスケベがあいつ。いや、マジで。くそ、昼間から。何の話してたっけ？北海道はね、そう、渋滞の話なの。渋滞あんましないよね、基本的にね。ゴールデンウィークぐらいかな？その高速がちょっと詰まるぐらいなの。基本的にね、広いからね、道路がね。でも広くて一直線がね、多いからね、みんなスピードすごい出すのさ、ね、おっかないよね。スピード出し癖があったりする。ゆっくり走ろう、北海道なわけなんでね、皆さんも北海道に来て運転取れる場合もぜひ安全運転を心がけて。なんで急に言ってんだよって話なんだけどね。こうやって喋りながら運転するのもちょっと危ないんじゃないかって個人的には思ってる。注意力散漫にならないように気をつけつつやっていきましょうというところですが、でね、今ね、あれですよ、まあ、ちょっと遠出することになるっていうんで、ガソリンを満タンに入れるわけですよね。ガソリン満タンに入れたら1万円弱するわけですよ。高いだろう。ね、そんな
なもん若者の車まだれだとかよく言うけどさ、高すぎるわ、ね、電車の方がなんぼもええわって話やで、ね、本当にね。まあ楽だけどね、車はね。燃費が悪いんだよね、特に俺の車はね。リッター7キロぐらいしか走らないっていうね、時代と逆行してるような車です。まあ、そんなね、古い、結構ね、もう古い車なんで、こんな感じですわ、ね。いいな、ハイブリッド。ハイブリッドがいいな、俺もな。ハイブリッドになりてえな。ウエットアイアとフカキョンのハイブリッドみたいな女の子に隣に乗ってもらって、春日のここ空いてますよとか言ってね、言うけど、春日あいつ結婚したな、あいつな、ここ空いてますよとか言いながら、あいつ全然空いてなかったじゃん。なんだよあいつ、春日、春日、お前春日、お前、おい、まあ、オードリーの春日、お前、おい、これ、お、お前春日、お前泣いてんのか。パーキングエリアでソフトクリームを買いました。僕の食レポのね、ポテンシャルを皆さんに見せつけていこうと思います。そのこういうの食べて大体ね、濃厚とか牛乳が濃厚ですとか、そんなコメントは絶対しない、ね、もっとあるだろうっていう、それを見せつけていく。かわいい女の子いた、まあいいや。牛乳が濃厚。あとね、3キロぐらいで到着しますが、渋滞してます。全く進まないね。着くのね、夕方が日暮れるか暮れないかぐらいまでね、着かない、到着しないんじゃないかってちょっと心配してます。そして GoPro の電池がね、もうなくなってきたからなくなってきたね。まあ、携帯で撮影すればいいか、いいかとなればね、っていうような状態になってる、これ。大変だ、これ。大変だ、これ。
というわけで、今日の動画はこれで終わりです。この夕焼けの海をバックにお別れしたいと思いますが、まあすごい渋滞であんまり歓迎されてる感じがしなかったのは、ひょっとしたらまだちゃんと10万人行ってないからちゃんと10万人行ってからやってね、こういう企画はっていう、そういうことなのかもしれないと思いつつもなんですが、登録していただいた皆様、今日までご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。これからも頑張りますので、また引き続きよろしくお願いしますということです。ちょっと寒いんだよね今日はこれで終わります。じゃあねー。